お願いします。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 じゃあ、ありがとうございます。失礼します。いやー、お話ありがとうございます。いやいやいや、こちらこそ本当に、今日は本当によろしくお願いします。はい、お願いします。ちなみに、全然うちの、サッカー部の生徒の、その、誰かっていうのは全然聞いてないんですけど、どの選手が呼んでいただけるというか、もう、実際にも来てほしいっていう正式スカウトでいらっしゃいました。ああ、もう、そのつもりで。来させていただきました。ありがとうございます。なるほどですね。はい。どなたですかね。ぜひとも我がレアルマドリードに、はい。ダニエル君をお願いできないかと。はい。ダニエル、どこがいいんですか？どういうとこが。やはり、彼の年齢ながらに、あの、長身とフィジカルの良さはすごく良くて、なおかつコントロールカーブ、ライジングシュート、ドロップシュートは、アクロバティックシュート、すべてのシュートスキルを彼は持っているので、そんな人材を我がレアル・マドリードは求めてました。ただあいつ、私生活、まあ学校生活よく知ってるんですけど、はい、チャランポランですよ。もう、だらしない。とにかくだらしないです。まあ遅刻もするし、はい、嘘はつくし、はい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 、掃除もしないし、はい、っていうところもありますけど、まあでもそれに関しては、まあ、若さがゆえで、うん、成長とともに人もなっていくと思いますので、はい、それに関しては全く問題ないです。そうですか。いやでもあいつメンタルもうめちゃくちゃ弱いです。もうちょっと言ったらすぐ落ち込むし、俺が言った試合はだいたいいいパフォーマンスはしないです。しかも PK もあいつ多分今まで260回ぐらい蹴って多分7回ぐらいしか、7回ぐらいしか多分決めてないですよ。それぐらいと本当にメンタルがめちゃくちゃ弱いです。お豆腐です。あー、まあでもまあメンタルはねいずれ強くなっていくと思いますので、それはねレアルでも我がチームの試合に出ればメンタルもおのずと成長していくと思いますので、まあ、ぜひともダニエル君。まあでもあいつそのいわゆる最近はまあなくなってきたんですけど、はい、まあ 3,4 ヶ月前ぐらいまではまあテストのカンニング、定期テストのカンニングはもう当たり前だったし、まあ未成年ながらにお酒、タバコ等もうしょっちゅう吸ってて、はいはい、でまあもう生徒指導もそうだし、もう毎回毎回毎日毎日職員室に呼び出されては、まあ怒られてました。まあその前だと万引きとかレガース万引きしたり、ソックス万引きしたり、ヘアバンド、万引きしたりとか、はい、まあそういうのも、まあ、正直ありました。そういう素行の悪さみたいなものは正直めちゃくちゃあります。それでもどうですか。まあ全く気にしないですね。まあ日本だとやれるかもしれないんですけど、まあうちに関して言えばそんなもうへったくれも何にもないんで全く問題ない。なのでぜひともダニエル君を我がチームに招集したいなと。まあ、非常にありがたいんですけど、はい、お断りさせていただきます。まああいつは、はい、まあ白い巨人、はい、まあ世界のスターが揃う、レアルマドリードに、はい、資格器はないと思います。本人もまあおそらく入りたくないと思います。はい、そうなので、非常にありがたい話があるんですけども、はい、まあ、まだまだあいつがね、成長してないので、まあ、あいつがもっともっと成長してから、ぜひ来てほしいな、また足を運んで、スカウトしに来てほしいなというふうに思います。わかりました。申し訳ないです。ちょっとまた、はい、いやとんでもないです。ぜひまたお話しします。はい、またよろしくお願いします。はい、失礼します。失礼します。ダニエル、あ、もしもし、あ、お疲れさん。今ね、ちょうどお前の、まあ、お前今進路困ってたじゃん。で、そしたらね、今レアルマドリードのスカウトが、スカウトさんがね、来て、お前に正式オファー。え、あ、なに、嬉しいの？はん。断った、断った。は？断っちゃダメなの？
お前、どういうこと？え、だってお前、バイトしてお金稼ぎたいとか言ってたじゃん。は？いや、提示されてた移籍金は7777億だったけど、7777億。は？いや、それお前、先言えよ、お前。なるほどね。あ、オッケー。ちょ、わかったかった。じゃあ今すぐ言ってみるわ。うわ、なるほど。わかった。じゃあ先言えよ、バカだね。はい、お疲れ。バカだねが。